裏を使っていこうというところですね。レアンドロス、アルソジ、長澤から縦、杉本へ。杉本サポートしてレアンドロワンツーして入るみたいな場面あったんですけども、はい、大きな展開、森重から青木がここで受けて浮かしていきます。興梠、ここは森重が対応しています。興梠のファウルを持っています。仕掛ける、仕掛けてマイナス、ブロック、森重のブロックです。一つ動かしてきました。おお、こぼれてきた。3人に囲まれながらさらに間を通す。まだここはディフェンス森重、吉田、沖縄で金崎に受けます。ゲロリベラうまく前抜いた。トラが仕掛けていく。ちょっと吉井とかバタバタしてますけど、そうですね、ヒールで前に持っていく。ここは森重がカバーをしている。ちょっと手が当たっているプレーオンです。このこぼれ球続く拾い、そして金子だ。金子に対して森重、森重の対応だ。ドトラが持っていく。ドトラがまだ行く、まだ持っていって、カルビーニョスの落とし、ドトラ行く、いけない、走る。森重がついています。そして前だ、ジュニオルサントスポストの何気です。出たらまたワンタッチ、手が裏に入れて、アンデルソン・ロペス、胸トラップから前、これはよく体を入れました。相手からシュート、旗の止めた、足で止めた、その後も追いつシュート。足じゃないですかね、シュートね。小田のカットインプレー。さあ小田、小田裕太郎、森重、持ち出す森重、伝わって清武、コントロール、えぐる、なんとバランスを崩しました。いいディフェンス、森重でしたね。まあ、間違いが慌ててないってことが一つあって、で後ろも確認しながら、どちらの方向にも相手を持っていこうかなっていうのを考えながら、相手を持っていこうかなと思いますし、今シーズン、森重、非常に良いと思うんですよね。